ちょうどハムの話が出てきたので聞きたいんですが、ここ数試合のハムは、どうなんでしょう。現地でも結構叩かれてるイメージなんですが、一番はあれじゃない、八村塁をもっと使えっていう話が多いんかな。まあ、それに関しては逆に問いたい、どうなんですか。八村はやっぱ使う、もっと使うべきなのか。特にキングス戦も17分しか出てなくて、で、結果的にキングスにも10点差で負けてっていうので、どうなんでしょうね。レブロンが出てる限り八村使いにくい。日本人は多い気がするけど、海外だとどうなんだろう。ツービックはやる必要あったのかなとは思う。八村よりもリーブス、ハンドラやめろの方を思った。クリスチャンウッドがいきなりプレイタイム減った。八村はキングス戦でチェイスディフェンスやらされててかわいそうだった。ああね、俺もね、その話はちょっと言いたかったんだよな。そんな使っても、八村を使っても何も起こらん。日本人的には八村使ってほしい。別に現地の声が正義とは思ってない。キングスは無理よ。まあ、キングスはそもそも強いから勝とうなんて無理よってことかな。だからキングス相手に八村を使えないと。いや、そうなんよね。俺も一番思うのは、これ前も言ったんよ。前も同じ現象起きたよね。キングスの試合が10月30日もあったんよ。ちょうど3週間前ぐらいかな。3週間前ぐらいに、キングス VS レイカーズって実は前にもあって。で、その時の八村のプレイタイムも実は17分なんよ。で、じゃあ前回の試合、キングス戦はどうなったかって、八村17分だったけど、オーバータイムいってるんよね。今回は負けたよ。今回は負けたけど、前回と全く八村のミニッツは同じなのに、17分で、前回オーバータイムいってるんよ。そこをなんか八村を使わなかったことを、そもそもキングスに、だからキングスに負けたんだっていうところは、なかなか難しい話なのかなとは思ってて。そう。で、前も言ったけど、そもそもキングスというチームは特殊なチーム。4人がランニングしてくるチームだから、八村を使いづらいっていうところが、あるよねっていう話を、前回も知って、で、今回もまさにそんな感じの流れだったのかなっていう。だからむしろ、てか、八村が今回の試合はケビン・ハーターつく時間帯もあったよ。それをみんなどう思うのかっていうのを聞きたいんだけど、キングス戦で八村を使うっていうことはもうそういうことなんよ。もうケビン・ハーターにつくっていうことを八村ができるかできないかなんよ。だハムが八村をチェイスディフェンスとしてケビン・ハーターにつかせてたっていうことを、そこをマイナスに捉えるんであれば、八村は使われるべきじゃないんだよね。なぜならレブロンと一緒に出すんだったら、レブロンがハーターを追いかけるわけにはいかないから。で、 AD ないしはジャクソン・ヘイズとかは、サボニスもしくはマギーをつくわけでしょ。で、さらにそこにマリック・モンクとかディアロン・フォックスとかも出るってなると、必然的に八村がつかなきゃいけないのはモンクかフォックスかケビン・ハーターになっちゃうので、モンクとフォックスはハンドラーとしてもアタックしてくるでしょ。だからチェイスディフェンス以外にもハンドラー D っていう仕事をしなくちゃいけない。だ、必然的に八村がレブロンと一緒に出るってなると、キングス相手で考えるにはケビン・ハーターにつかせなきゃいけないよ。だから八村を出せっていう気持ちは俺も理解できる。シュートタッチもいいし、特にハーフコートオフェンスがすごいんだよね。八村期待値がめちゃめちゃ高くて、八村にボールが当たるとやっぱなかなか高確率で決めてくれると。だからもっとプレイタイム伸ばせ。めちゃめちゃわかる。俺も20分以上見たいなって思う。ただ、俺今回のこのキングス VS レイカーズのあれで、そこにあまり口を出さなかったのが、相手がキングスだからっていうところに結局落ち着いちゃうよね。なぜなら前回もそうだったから。前回も全く同じ話をして、こういう理由で八村なかなか出せないよねっていう。むしろ今回八村を、前回と一緒なんよ。ミニッツは前回も前回と一緒なんだけど、本当はもっと短くしようとしてたんじゃないかなって思う。本当はね、本当はもっと12分ぐらいしか出せないって思ってたんじゃないかなっていう。けど17分出たんよ。で、このプラス5分って八村のオフェンスに期待したいっていう気持ちの表れの5分なのかなって俺は思ってるから、むしろそれで言うとハムは八村を出した方になるよ。だから八村を信じてケビン・ハーターに対してチェイスディフェンス、お前やれるかっつって、あいつ止めれるかってで出したような気がするん。でも結果止めれてる風には俺は見えなかった。でも別にこれは八村をなんか落とそうっていう気持ちは俺も全くなくて、仕方ないやん。そもそもね、4番の選手がチェイスディフェンスするなんていうことが他のね、選手でもできる人の方が少ないから、欲を言えばね、そこもやれるようになるとバンダビルド以上の評価を与えれるっていう話にはなるけど、でももうそれはね、タイプ的に仕方ない部分もあるから。けどハムは
お前を出したいからケビン・ハーターを頑張って止めてくれっていう気持ちが俺はあったと思うけど、その期待に応えられなかったっていう。だから、キングス戦の4ピリは1分も出場分数を与えてもらえなかったっていう。でなんでこう思うかっていうと2つ理由があって、1つは前回と違って今回の八村の使い方ってなるべく、そうは言ってもね、ケビン・ハーターついてくれっていうとは言ってもやっぱり限界があるじゃん。だからハムが多分考えてたのがサボニスがいない時間帯に八村を出すっていう、そことミニッツを合わせてたんかなって思うよ。でタイムラインを見てみたよ。したら1ピリのサボニスが出てる時間帯と出てない時間帯、八村が出てる時間帯と出てない時間帯が本当にちょうど被ってたよね。サボニスいなくなります、はい八村出てきますみたいな。で3ピリも、まあ、全部が全部じゃないよ、もちろん。なんかそれだけで考えてたら多分サボニスはもう37分ぐらい出る選手だから、そうすると八村が出れるミニッツってもうサボニスがいない時間帯だけに限ったらもう10分とかしかないわけじゃん。だからもちろん被ってる時間帯もあるんだけど、基本的に被らないように、考えた末でのタイムラインだったのかなとかも思うよね。で3ピリもこう頑張って使ってみたけど、この3ピリでやっぱりそこの弱点を相手に突かれてしまったケースが多くて、申し訳ないけどこれだったらもういくら今シュートタッチがいいからとはいえ4ピリ出すことはできないかなっていう、なんかそんな流れだったと思う。であともう一つはその、八村を出してあげたいっていう気持ちをねハムから感じたのは、1ピリは残り2分ぐらいから出てきたんだけど、3ピリは残り6分から八村出てきたよ。だから一応こう評価してくれてはいたのかなっていう。与えられたその6分間、それはハムから八村への、最大の評価だったのかなっていう気はするんだけど、まあ、その6分間で、まあ、結構やられてるシーンが多くて、まあ、そうなるとちょっと4ピリ使えないよっていう、まあ、流れだったように感じるんだよね。あと八村のディフェンスを見ていきたいと思います。さっき、僕が話した、3ピリの部分ですね。ディフェンスは3ピリの部分で、何が起こったかというと、八村がこれ分かりやすいか、八村がケビン・ハーターにつくっていう状態になったよね。でなんでかっていうと、まあ、今はクリスチャンウッドだけど、例えばレブロン・ジェームズ、クリスチャンウッドとかと一緒に出る場合、必然的に誰かちっちゃい選手をつかなくちゃいけなくて、まあ、ジャクソン・ヘイズはね、まあ、サボニスつくしかないから、でプリンスもディアロン・フォックスつかなきゃいけないし、まあ、そうなると必然的に八村がケビン・ハーターつくっていうことになってしまうと。でその時にじゃあディフェンスで何ができるのかっていうのを考えると、例えばこのシーンとかはちょっともったいなかった、いただけなかったなっていうプレー、まあ、ケビン・ハーターこれをエアボールしてしまうから、まあ、ハイライトには映らないんだけど、試合を見てみるともうこの走り出しの時点で走り出しの時点でまあかなり遅れてしまってることがわかるよね。まあ、たまたま外してくれてよかったなっていう感じのディフェンスになってます。こっから2回連続同じようなシーンが流れるんだけど、これもケビン・ハーターついてて、まあ、追いかけるんだけど、まあ、揺さぶられてしまって、まあ、サボニスにレイアップ決められてしまう。でまあこれにずっとついてけっていうのもなかなか酷な話ではある。別に八村だからとかじゃなくて、他の選手がついても、まあ、こんぐらいね離されることはあるから。ただやっぱりここだよね。ここで一回追いついた後の、まあ、ここはね、もしかしたらいいディフェンダーであれば、まあ、もうちょい何かできたのかもしれん。まあ、とはいえ、他の選手のこうヘルプもなかなかついていけてないし、このシーンもそうですね。全く同じシーンで、サボニスにボールが当たった後に2枚スクリーンを使って、で、八村も頑張って追いかけるけど、まあ、最終的にレブロンがね、まあ八村を助けに行こうとしたらハリソン・バーンズにスリー打たれてしまって、でこれもね八村頑張ってるわけでね、めちゃめちゃ頑張って追いかけてるから、まあ、うん、これは仕方ない部分もあるんだけど、
ただやっぱあまりいい印象は与えられてはないよね。これが八村の責任がどこまであるかっていうのは置いといて、結果決められてしまってるのを考えると、まあ八村の印象が良くなるとは考えづらいですね。で、あとは細かい部分で言うと、例えばこのシーンなんかはマリック・モンクのドライブに対してもうオーバーヘルプしてしまってる。こんなにいらないよね。で、クリスチャン・ウッドが目の前にいるんだから八村のこのヘルプはいらなかったと思う。まあ安易に近寄ってしまってパス出されます。で、この後のクローズアウトも簡単に抜かれてしまってるんだよね。簡単に寄りすぎだし、簡単に抜かれすぎだし、まあ、このローテーションの判断は素晴らしかったと思う。ローテーションは二重丸、ヘルプは三角。このヘルプは三角やね。で、このクローズアウトの抜かれ方は×で、ローテーションが二重丸みたいな、そういうディフェンスになってるかな。で、もう一つ、チェイスディフェンスしてると自分のマークマンにずっと追いかけなきゃいけないっていう気持ちが強くなるよね。当然打たれちゃいけないっつって、で、自分のマークマン、例えば今だったらマリック・モンクだけど、マリック・モンクに打たれてはいけない、当然そうなんだけど、チェイスディフェンダーってただ追いかけられればいいっていう話ではなく、マークマン、自分が頑張ってついてる選手が時たまこうやってスクリーナーになるっていうパターンもあるわけよ。で、チェイサーで大事なのは、その時にちゃんと自分のマークマンだけに必死になるんではなくて、味方のサポートできますかっていうところなのね。で、これで言うと全くできてないのよ。だからウッドがファールしてしまった。ここで八村は文句を頑張って追いかけなきゃいけない、追いかけなきゃいけないんだけど、マリック・文句がここでスクリーナーになった時に八村が手助けしてあげないと、じゃあこれ誰が助けるんですかっていう、こういうのを全部できて初めてチェイサーディフェンスとして優秀だよねっていう風になるから、まあ、八村はねすごい頑張ろうとしてる。確かにここもそうだけど、これはあれだわ、これはちょっと良くないですね、まあ、これは良くないけど、このシーンとかは頑張ろうとしてるよね。頑張って意識もあるし、うん、頑張って足も動かしてるし、けど現状頑張ってるだけっていう評価をされても仕方ないかなっていうね。これもそうだけど、これもすごい意識して頑張って追いかけてる、頑張って追いかけてるけど、まあ、プラスアルファ何かできてるかって言われると、まあ、まだそのレベルではないのかなっていう。で、ごめん、これはね全然余談、ディフェンスの話ではないんだけど、これちょっと八村ね、スペーシング悪いね。リーブスがダブルスクリーンしようとしてるのに、リーブスが、ね、使うかもしれないポジションに八村立ってるから、で、まあリーブスが来てからアベーみたいな、邪魔しないようにしないとってなってるけど、まあ、これね、リーブスのスティールにはなってしまうけど、なってしまったからね、リーブスが悪いんだけど、多分ね、リーブスも考えること増えたんじゃないかな。普通にシンプルにダブルスクリーン使いたかったのに、なんかここで俺どうすればいいんだよみたいな、ちょっと思考がクリアにならなかったっていうのもあるのかもっていうね。まあこれはちょっとどうでもいい話なんだけど、まあ余談として、スペーシングの意識ね。でもこういうのコーチとフィルム見て修正するんですかね。いや、すると思うよ。てかしてるんじゃない、してるし、八村がそこを改善できたっていうのもあったから、まあ、今日の試合はケビン・ハーターにつかせてみようっていうちょっとチャレンジをハムもしてくれたんじゃないの。それまではもうお前つけないじゃんっていう、つけないから相手のノンシューターつきなよっていう。例えば、ね、ブレイザーズとやるんだったらサイブルつくとかね、サンズとやるならオコギーつくとか、今シーズンはそんなディフェンスの使われ方してたけど、それが、まあ、相手は今回ノンシューターがいないから仕方ないっていうのはもちろんあるんだけど、でもその中でも17分間ディフェンスで頑張れるように、うん、意識は高かったと思うけどね、チェイスディフェンスしなきゃいけないっていう意識は強かったと思うけど。